この集いは広島、長崎の原爆被害の実態を知ってもらい、核兵器のない世界を目指そうと開かれたものです。集いでは9歳の時に長崎で被爆し、家族5人が原爆の犠牲となった石原照江さんが自身の体験をもとに核兵器の恐ろしさを訴えました。ミシンの下で固まって死んでたんですけどね、ここしか残ってなかったそうです。他にも石原さんの体験を紙芝居にした作品の読み聞かせを高校生がしました。しかしその日のうちに何もしてないのに、こう人生を狂わされるようなことが、まあ、その原爆であり戦争であると思うので、知っているものが伝えていかなくちゃいけないかなとかも思ったりします。県庁では昨日から原爆と人間と題したパネル写真展も始まり、今月10日まで開かれています。